もう出てきてる。おいおい早いの、はい、早い。何もやりそうなやつが出てまいりました。はい、すごいね。年はいくつですか？二十歳です。書いてある書いてある、ここに書いてある。そう、二十歳でいいね。いつ頃からのモノマネやってんの？中学校3年の時に暴走族に絡まれて、それからやりました。なんだこれ、暴走族。どういうきっかけ？絡まれてモノマネやったの？そうです、それが始まって以来。なんで暴走族だな、お前なんかモノマネでもできんじゃねえのかって言われたの？ちょっと有名だったんですよ僕。で、で、うん、駅ちょっと歩いてると、うん、あ、悪くよくは、うん、モノマネの松村だろうが、すごい。それからやらされましたけど、古舘一郎、いえい、すっかり暴走族に囲まれていますけどね。さ、身動き取れない状態。いやー、苦しい状態です。さあ、私はどうするんでしょうか。おっと、絡まれております。おっと、いきなりパンチが飛んできたが、すいません、すいません、すいません。飛んでみろ。はい、はい、はい。チャレンジャーに音がするじゃないか。どん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 金が取られました、ほんと。面白いなぁ。これいいじゃないね。お伝えできるね。これいける、これいける、いける、これいける。行こう行こう行こう。ありがとうございます。何のモノマネからやる？まずビートたけしから行きます。どうぞ。はい、そういうわけなんですね。なんだかよくわからないんですけど、なんですかそれは。もうすっかりコロッケ先生もですね、もう熊川渡って東京来ちゃったというね、なんかわけのわからないこと言ってますけどですね、冗談じゃねえこの野郎お前は、なんだこの野郎お前はってね。まあ白鷺鉄砲で撃とうと思ったら特別天然記念物の時撃っちゃったというね。俺じゃないよこの野郎、なんだこの野郎お前は、なんだこの野郎、やじゃだこの野郎、なんだこの野郎、なんだこの野郎、バカ野郎、メリークリスマス、どうもありがとうございます。うまい、うまい、うまい、うまいよ、うまいよ。どうもありがとうございます。ここでチャンピオン。お、次、次行こう、次。あと行ってみようかね。と石橋貴明。石橋貴明。通ってる。はい。通ってる。さあ、そういうわけでございますですね。どうも、こんばんは、石橋貴明だよ、おら。どっからかパー。そういうわけでですね、もう今週の出るとベリクジロード。まあですね、偉大生といえばバラです。今日もですね、バラを持って走っていただきましょう。高さーじゅーっ、まあ、うまい、上手。最後 の締めがいい、ね、上手、ね、ちょっとうまいと思わへん、あの3人。びっくりする、あの3人が。いやいや、ええ、これね、もう自分でモノマネやってて、ええ、将来この道に進もうと思ってるわけ。いや、できたらいいですけど。いけるよ、これ、なかなかね。はい、じゃあ次まいりましょうかね。ちょっと柴田恭兵、ちょっと武田信玄のワンシーン。ああ、ええ、武田晴信、初めて姿見せしたな。大した軍勢じゃ。何、川猫ちゃん関係ないね。うまいよ、うまいの、うまいよ、うまい。おじさんなんか鼓動が止まってるもん。死んでこっちだよ。あ、そっちだよ。松村達夫さん。松村達夫さん。なんか少女に何が起こったかでキョンキョンと一緒に、はいはい、学長だった。はいはい。じゃそれを決めてもらいましょう。いやー、ゆき。どうしたゆき。手の振りがないぞ。大津くん、ありがとう。ユキもミツコもよくやった、本戦はお前たち二人の一騎打ちだ、しっかりやれ、大津くん、マイマイマイ。これはしかしあれやね。はい、こんにちは。いや、本当に可愛いわ。低い位置で、ね、はい、もう少し前の方で。ひかるちゃんって言うんですか。こざっぱりた顔してますね。彫り、ね、が深いわ、鼻の穴の。そうですか、ね、まあ、おいくつですか。17歳です。17歳ありました、高校生。はい、さあ何ですか。はい、まず最初に、うん、いろんな人の、そうですね、うん、お願いします。中森明菜。そうですね。小木の名王子。そうですね。寺島純子。そうですね。本田美奈子。そうやね。山下真美。そうだそうだ。うまいうまい。高田シャーミン。そうですね。三田ひろ子。そうですね。以上ですか。うまいね。うまいね。うまい。これはそうですねって案外みんな言うからね。うん、そうですね。では続いて。あ、まだあるのね。あ、まだ。
それだけ住みたい。これはね、トン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 と言ってくれるとね、いいわ。いいね、うん、そうですか。そうですね。では、工藤静香がタクシーの運転手だったら、お客さん、どこまで、お客さん、寒い、お客さん、どのくらい寒い、終わり。西村智美が牛だったら、うん、もん。あ、智美ちゃんが牛やったら、はい、あ、なるほどね。歌でいろんな人をやりたい。はい。まずは荻野目さん。二人とも気づいてるはずよ。胸の奥のチャイム鳴り始めたこと。せーちゃん、やった。気まぐれだけれど、ラムちゃんどこにおったんや。工藤静香、口に出せばいいねえから、焼きそばが青春なんです。三田ひろこ、ちょっとおらん優しさ、素敵なことだけれど、勇気を出して叫んでみて、三田ひろこです。はい、はい、みんなポンポンポンと完結だね、うん、構成がよくできてる。よかったね。よくできてるね。飽きないですね、ポンポンポンとね。あ、何だとか何とかだったらっていうのはね、あのやってるんですよね。清水さんか、やっぱあのそうですねってのあれまた見たいですね。テンポよくパッパッパッパンパン、うん、いいよね。もう一回見たいからね。もう一回行く、もう一回行く、もう一回やってもらう、もう一回行く。編集でもう一回つなげるってのもいいけどね。いいんですけど、ね、はい、アンコールにお答えしました、はい、そうですね。行きました。中森明、そうですね。荻野目洋子、そうですね。寺島純子、そうですね。本田美奈子、そうやな。山瀬真美、そうだった。小田ちゃん、そうですね。三田寛子、そうですね。はい、ね、はい、これはね、きっとね、点数高いと思います。すごいですね。はい、はい、